おはようございます。どうも、ケイスケです。やっと緊急事態宣言、東京のね、緊急事態宣言が、まあ一応解除されたってことで、まあちょっとまだね、他県への旅行はいけないんですけども、近場なら行けるんじゃないかってことで、早速今日はね、行きたいと思います。まあ近場なのでね、自由が丘とかで、あのね、撮影をしていきたいんですけども、今日はですね、これ。でーん。このね、タムロンの新しい望遠ズームを1本だけ持ってね、行きたいと思います。なんか他のレンズ持つとさ、他のレンズ使えなくなっちゃうから、このレンズだけで今日は行きたいと思います。ということで、この日準備できました？あと下まつげだけ。あ、はい、下まつげ作ったらいきまーす。毎回スイカをなくす。そんなことない。はい、今日はね、スナップみたいな感じでザグザグザグっと撮影していきたいと思います。暗くならない、ね、暗くならないモードになってるのかな、今は。かもしれない。ということで、ラビータに向かいます。なんかね、ラビータはベネチアみたいな街並みなんだよね、うん、ちょっとあのイタリアのベネチアみたいな街並みになってるみたいですっていう、なんかスポット商業施設、うん、はい。これだ、絶対ラビータ絶対これじゃない。こじんまりとしてるけど撮影はすごいしやすそう、うん、ゴンドラこれなんだ多分。このね、水はすごくいいから、なんか反射していろいろ撮れそう。こっちからだと、あの奥のゴンドラのさ、赤いのが入っちゃうね、うん、そう、入っちゃうから逆側から撮りたいぐらい、うん、今度やっぱ橋の上に、うんうん、定番の、すげえ、大丈夫、いいね、いいね、うん。いろいろ写真が撮れて、やっぱ望遠だとバストアップで切り取れるのはそれはそれでいいね。こことかもすごくいいね。撮ろっか。ショーシャンクの空に。あ、そうね、足片方曲げてないね。はい、ということでラビータこんな感じかな。全体街並み、また広角レンズだったら撮れるかなと思うんですけども、望遠レンズだとやっぱね、バッと抜くことしかできないので、逆にこういうね、橋の上とかそういうシーンで入るんじゃないかなと思います。で、動画だったらね、まあ、1個のシーンを3カットぐらい別のアングルとかから撮っておくとね、結構後で使いやすくなるんじゃないかなと思いますので、そういう感じで撮ってみました。まあ、上にいるシーンと降りてくる足元だけのシーンと、まあ、正面からの顔と、あとは手元だけとか、本当はね、バリエーションあるとまた面白いかもしれないですけどね。はい、じゃあネクスト行きますか。行きますか。うい、全然行く気ない、うん、そしたら次は熊野神社の方に向かいたいと思います。はい、で、人は全然いないね。本当いないね。ああ、くぐますかね。うん、多分着いたね。うん、多分これ裏口みたいなとこから入ってるけど着いたね。うん、はい、こんな感じです。いろいろ撮れそう。ちょっと上まで行ってみるか。手洗いました？うん、オッケー、そうじゃあお参りするか先に。うん、神社は結構真正面が綺麗なので、ここね、まっすぐね、ちょっと一枚撮ってもいい？うん、あ、いいよ。ちょっと上上げるとか見てだけ。Call us crazy, but things are finally right.あそこの鳥でもちょっと撮らせてよ、こっち側から、うん、あ、そこら辺で、そう、手前にいろんな方向を向いて OK。 ということで、こんな感じで撮れました。まあ人がね、後ろからちょっと来てるんで、ない方がっていう言い方あれなんだけど、まああんまり避けてね、本当は撮る方がすっきりした印象になるんじゃないかなとは思うんですけども、結構鳥がバッタって、ことがね、しっかりこう来てるみたいな感じの、ちょっとこうモダンと
鳥居のこうオールド感が対比になってるような気がする。どう？上からのアングルだから、なんかあんま見たことない鳥居。そうだね、望遠ならではのなんか映像になったかなっていう感じはするよね。うん、うん、いい感じでした。 NEXT。 そうだね、熊野神社すぐそこなんだけど、出るとここにね、今やってないけどワイルドフラワーのお店があります。これね、11時になったらオープンするんで、後で来ようか。うん、次どうする？どうしようかね。そうだね、お店がやってない。メイン通り。メイン通り？メイン通りってどこ？まあ、あの木々があるとこか。行くか。スムージー飲みたい。スムージーはまだやってません。スムージー飲んでベンチでぐーたらしたい。スムージーはやってません。なんかさ、工事してるね。おしゃれ味はゼロだね。うん、これ面白いじゃん。これはこれで確かに面白いね。うん、こういうの撮らなきゃダメか。はい、なんとなくのこれらの映えスポットは巡りましたね。2、3箇所。まだ店が開いてないから、うん、それまでカフェに。はい、11時までカフェに向かいます。カフェに向かいます？カフェにいます。写真現像しよう。写真現像するか。そうしよう。はい、カフェから出てきました。アメちゃんさん合流しました。息子くんも、はい、息子くんも合流してね。はい、今からちょっとガチャガチャするらしいね。うん、ガチャガチャ、ガチャガチャしに行こう。ほんと、開いてないじゃん。ネクストガチャガチャ。ネクストガチャガチャね。はい、ちょっともう12時になって、日もね、真上まで登ってきちゃって、かつね、今日曇りなので、もうちょっとテストとして、カメラレンズの方にフィルターをつけてみました。ND フィルターだけじゃなくて、このね、健康のブラックミストをつけてみます。ちょっとソフトフォーカスなやつですね。試しにいろいろ撮影してみようと思います。やってるよ、ドライフラワーショップです。舞い戻ってきました。なんだろうね、前回も、あ、うちにさ、緑はあるじゃん。うん、赤もあるじゃん。うん、わ、でもさ、こういうの綺麗だね。あー、かわいい。うん、すいません、ありがとうございます。お待たせして、ごめんなさい。いただきます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。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 バイバイ。バイバイ。はい。何買ったの？ドライフルーツ。ドライフルーツのイチゴ。イエーイ。とちおとめだよね。うん、とちおとめ。そうだよね。ドライフルーツって美味しいよね。美味しい。ちょっとこのドライフルーツとか、さっき買ったドライフラワー、ワイルドフラワー持って公園に軽く撮影に行きたいと思います。はい。ここに座って、ベンチに座ってもらって、さっきのドライフラワーとかちょっとかじってるシーンとかどうかなって。かじってる？そう、ドライフラワーじゃない、ドライフルーツ。If I want to remain sane, but you're closer than it takes than car. Oh no, you could be running off with somebody else. Ooh, think I've lost myself. Tell me what's the hold up.撮影を終えました。どうでした？楽しかった。楽しかったですか？久々だったね。はい、ってことで、今日はね、まあ、自由が丘散策しながらこのね、レンズ1本撮ってきたんですけど、なんていうの、いつも使わない画角だから、なんか新しい写真いろいろ撮れそうな気分とか、うん、またこのね、まあ、ズーム使ったりとか他のレンズでもいろいろやっていきたいと思いますので、まあ、例えば場所的にね、ここに行ってほしいよとか、あとはこのレンズ使ってほしいよみたいなのがあれば、その辺もね、コメントくれるとすごい嬉しいですって感じかな。はい、今日の動画はこれにしたいと思います。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。で、Twitter、LINE、Instagram もね、やってますのでぜひフォローください。多分この辺に映ってる。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
think I'm losing it bad. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it.